本日使うカラーはこちらです。セリアジェルのホワイトとバイオレットとブルー、ミント、ブラックのカラーを使っていきます。それでは始めていきます。まずはじめにホワイトとベース&トップコートを混ぜて乳白色を作ります。ではパレットの上にカラーを出して混ぜます。筆はこういった平筆を使って混ぜていきます。はい、ではこちらのカラーを塗っていきます。に入れます。はい、ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、それでは次にバイオレットとブルーのカラーをパレットにのせます。はい、ではこちらのカラーを塗っていきます。では先ほどの筆を一旦拭き取ってのせていきます。ではバイオレットを薄く取って、丸くのせていきます。ではカラーを拭き取って、次にブルーのカラーを丸くのせます。はい、では一旦ライトに入れます。はい、では次にミントとブラックのカラーを混ぜていきます。はい、それでは混ぜていきます。混ぜる筆はこういった細い筆を使っていきます。好みの葉っぱの色になったらこちらで葉っぱを描いていきます。
に入れます。はい、それでは次に以前にも使ったことのあるこちらセリアから売られているこちらのミックスされているシェルを使っていきます。ではこちらのシェルをちょっと取り出しやすいようにパレットの上に出しちゃいます。この中からブルーと紫を使っていきたいと思います。ではこの上にフェイス&トップコートをのせます。はい、ではシェルをのせていきます。はい、こんな感じで一旦ライトに入れます。はい、ではフェイス&トップコートを塗ります。ではこちらの未硬化ジェルを拭き取ります。はい、では次に水滴をのせていきたいと思います。ではベース&トップコートをパレットの上に出します。
ちらを先ほど使ったこの細い筆で乗せていきたいと思います。ではでは少したっぷりめに取ってこう乗せてすぐライトに入れます。では先ほど乗せた水滴の上にちょっと高さを出したいのでもう一度乗せていきます。でこちらも流れやすいのですぐライトに入れます。はい、では高さを出したいのでもう一度乗せていきます。ライトに入れます。ちょっと分かりにくいので2つもう少し高さをつけていきます。こちらでアジサイネイルの完成です。水滴があると梅雨っぽくてとっても可愛いです。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。